トナンはフランス海軍の解剖戦艦で同系艦はない。フランス海軍の正式名称は装甲解剖艦である。本級はフランス海軍が自国の沿岸警備のために作り上げた解剖戦艦である。船体形状は特徴的なタンブルホーム型船体となっている。これは水線部から上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り、船体重量を軽減できる。 戦隊方式で他国では、帝政ロシア海軍やドイツ海軍、アメリカ海軍の全土急戦艦や巡洋艦にも採用された。外見上の特徴として、推薦下部の艦首、艦尾は著しく突出し、かつ原則艦艦よりも推薦部装甲の部分が突出するといった特徴的な形状をしている。このため、推薦下から艦艦に登るに従って戦隊は引き絞られ、 看板面積は小さくなっている。これは、美宝の社会を船体で狭められずに広い社会を得られることや、当時の走行配置方式では、船体の前後にまんべんなく、走行を張る、全体防御方式のために船体が短くなれば、その分だけ走行を張る面積が減り、船体の軽量化ができるという目的に取られた手法である。水面部が突出した艦首から、 監視甲板に3 4トル単装手法塔が一機、司令塔を組み込んだ環境の背後に、主ミリタリーマストと一本煙突が立ち、その周囲は関西艇置き場となっており、関西艇は2本1組のボートダビットが、片元に2組ずつ、計4組で運用された。その後ろに3 4トル単装手法塔が、後ろ向きに一機配置された。ありがとうございます。